ジョージ・キース・ラルフによるウィリアム・マカーミックの肖像、1780年。ジョージ・キース・ラルフによるサートマス・ギャリー・カラムの肖像。ジョージ・キース・ラルフはイギリスの肖像画家。ラルフは1778年から1796年にかけてロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに作品を出品していた。彼は、 クラレンス校の肖像画家に認じられており、最後の出品は1796年であった。ラルフはイングランド東部を中心に地方で仕事をすることが多かった。彼が手掛けた作品の中には、1788年作のレディメア・リバーティの肖像や、1790年作のバースで司会者として知られていたキング氏の肖像などがある。この記事は、 パブリックドメインの辞典本文を含む、ダルフ、ジョージ・キース、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、ロンドン、スミス、エルダー &CEO、1885,900。ありがとうございます。